分終わったので次後半部分いきます。OK。人間中心主義。これは人間中心主義やっていきます。OK。で、まあ、やめずじゃね、生きてる時代、これってじゃあどんなものだったの？そう、OK。うん。で、これじゃあ覚えとかないといけないことって、理性と中心主義だけじゃない。OK。で、中心主義って、何でやらなきゃいけないって時に、OK、OK。そうそう、OK。だから、この人間中心主義。俺、どんだけ言ってる？性の資格は。で、次じゃあ生き物、宗教改革はどういうものだったかな？ OK。そう、だから、改革、OK。またまた言ってる。起きた時に、OK。これがなった後、ルネサンス。OK。まったね、あいつ、OK。で、このルネサンスってのは、カナダじゃあテスト出ますよ。OK。OK、OK。これじゃあ、ルネサンス起きた時に、じゃあ、どういうことなんだよ。例えば、ケプラー、コペルニクス、ね、社会契約図。そう、OK。で、6、まあ、OK。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 なんで、まあそこをなんとか、やっていく。で、まあ、知は力なり。OK。この言葉をしっかり言ってください。何回じゃない？じゃあちょっと、話す。今言ったこと言おうか。はい。今言ったこと。なんだ、人間が。騒がしいやって、お前よ。You.